今年は新型コロナウイルスの影響で恒例の試験会場前での後輩たちによる応援は禁止されました。また自主隔離中や発熱中の受験生のために隔離された試験会場も準備されるなど、さまざまな対策が取られることになっています。また試験会場の机にはこのような飛沫防止板が設置されることになっています。今ネット通販でこのアクリル板が飛ぶように売れているんです。縦45センチ、横60センチ、答案用紙が反射しないようスモーク加工が施されています。今これを購入して自宅に設置し、試験本番さながらに勉強するのが受験生の間で話題になっています。では実際に机に座ってみます。やはりこれだけ大きいとかなり圧迫感がありますね。そして問題用紙も置き方によっては足の部分が邪魔になったり、手前側が飛び出たりするかもしれません。人気沸騰中だというこのアクリル板、当の学生たちはどう考えているのでしょうか。聞いてみます。전안왔는데독서실에서이걸설치해서하는애들이몇명보이더라고요저도해야되나고민은되는데어차피다다가와서지금하기엔너무늦었나싶어그건좀있을것같아요그불편하기도하고약간환경이좀많이달라지면은좀그럴수있으니까마스크안벗으면침안튀기니까딱히상관없지않을까요연습같은거를하실생각이있어요아니요없어요앞에만가려요네앞에만가린대요그옆도가리면되지않나그게없나봐그럼왜근데옆을가리는게더좋을것같은데